吉田屋さ,さんの究極奥義を聞いていて私はね離婚婚ししないい結婚した関係ってものを、ね、思いつきました、ねまあ今ではそんなに単純に測れないと思いますけどもまああの本当にすごくシンプルに考えてね女性視点で見ると結婚した男性に嫌られない限りはその男性から毎年毎年ずっと養ってもらえる悪い言い方すると搾取することができるんですよね。 そのために自分の信頼とかあのその他かの魅力ってものをずっと提供してればいいわけですよねそうすると旦那さんからはあこの子と絶対話さないぞこの人は話さないぞっていうふうにずっと思っていただけるとその結果養うという,うリソースをねその男性から引き出すことができて、まあ、しかも最後にはあ遺産ももらえてめでたしめでたしみたいになるんですよね、まあ、実際はこんな、ね、単純な話じゃないんですけどもあくまでも例えとしてね 例えとして用いるならそうかなと。ただ女性が自分勝手なことをして男性に嫌られると、あ、もうお前いいよって感じで、結婚に至らなかったりとか、結婚後に離婚があったりとか、浮気をされてそっちに乗り換えられたりとかして、継続的に、えー、その男性からリソースを得ることができない。つまり常連を失うっていう言い方もできましたよね。うん。まあちょっとどぎつい言い方だったんで、えー、ちょっと変えますとね、えー、まあユダヤ人の教えではないんですけども、あのー、まあ商売をやっていて、 あの超魅力を感じていただけているお客様超お得意様がいるんですよねそのお得意様に対しては私の商売の感覚で言うともうどんどんふっかけろって話なんですよ新しいメニューとか高額商品が出てきたらとにかくその人に勧めるんですよね一番のファンの人に一番高い価値のものを高い価格のものを販売することができるとでも一元さんとかまだ常連さんにはなってないね、えー、ABC っていう分類で言うと C っていうお客さんですよね ちなみに ABC 分類っていうのは A が週に1回以上来店してくださる方 B は月に1度以上来店してくださる方 C っていうのはそれ以外っていう考え方なんですよ C っていうのはお客さんではあるんだけども本当は年に1回来るかどうかわかんないなとかねそれ以下のペースだなとかねまあとにかく月に1回も来てくれないなという方なんですよそういう方はまだ信頼関係が薄かったりしますのでどんどんねサービスを した方がいいなとと思うとでも A ってお客さんはあの安いからとかねなんとかだからって来てるわけじゃなくてもう完全に自分のもの自分の空間として自分の店を使っていただけてるんで私の店を使っていただけるんで少々無理なお願いをしても大丈夫と例えば飲み会を企画してもじゃあ上女王得意様専用の飲み会ちょっと1回5,000円でするよってってもやっぱ来てくれるし何だったらね新年会やりますよとかで参加費1万円ですよってっても20人ぐらい集まったりするわけですよ。 それこそ通常の商売をするよりも儲かるみたいなことができるんですけども、まあそれはどっちかっていうと、高いものを売ってあげることによって、あ自分はそういった特別扱いをされてるんだなって感じさせる効果があったりするんですよね。まあだからシークレットのだから1泊2日50万みたいな速可塾のね、あの、マンツーマンコンサルっていうのがあるんですけども、その1泊2日のコンサルっていうのは、特定の人にしかオファーかけないわけですよ。もしくは、 そういういのを話を聞いたんだけども自分はどうやったらその資格がありますかって聞いた人に対してこれこれこういうものをこなしたら参加できますよその時は私があなたの家に行くもしくはホテルを借りてそこでみっちりと1泊2日で、えー、マンツーマンでやりましょうみたいなことを言うわけですよねそうすると昨年おととしかおととしじゃないですけどもフ布院の方でねそれを2人いましたんでねあの私の方は2泊3日でそれぞれ別の人をコンサルしたみたいなことがあって終わったらもう超感動でしたね そういった方ってのはもう本当に相当離れないですよねきっとねでしかも結果的に稼げるようにできるわけですそこまでみっちりやるとそうなるとその方は稼ぎを増やしてその稼いだ中からあーまたね新しいコンサルをずっと受けてくれるっていうことで、まあ、成り立っていくところがあったりするわけですよねまあでもねすごい高いレベルに行くと私の手から離れて独立しますね <laughs> まあそうなると今度は 何らか別の形でね、ちょっとこう、タイアップしてみたりみたいなレベルになってくるわけですけどね。まあ中にはね、私よりもね、すごい人がいて、すごくなっちゃった人がいて、私の完全に手を離れて、もうあ,あまり振り向いてもらえないみたいな存在もあったりとかですね、ちょっと師匠を超える弟子ってのは誇らしいもんでもありますけども、ちょっと寂しい気もしますね。はい。で、今回は、あの、サイボーグ009からね、えー、こういった勇気についての、あの、お話をちょっとしたいんですけども、あの、敵と戦ってるときに、 あの敵が、ね、言うんですよ『009ゼル』ゼルってお前は加速装置みたいな素早く動ける能力を持ってるけどなんだそれだけしかないのかとお前にそれを取ったらどんな能力が残るんだっていうふうに聞かれて『009ゼル』ゼルはね少し答えに困るような駒送りなんですけども足を止めてパッと振り返った時にこれを失ったらあとは俺は勇気しかないんだっていうわけですよ。でも勇気ってのは主人公にとってかけがえのないあのエネルギーなんですよね能力なんですよね。 全ててて、を失って打ちのめされてもうボロボロになった時に最後に奮い立つのはやっぱり勇気なんですよね。自分の身に変えてもミッションを達成したいという勇気怖いけども一歩前に進むんだという勇気、うんまあ、そういった勇気というものがあればどんな不利な状況からでも もう一発やってみるかとかとね、どんな年齢を重ねてももう一花探せられるんじゃないかなってことで新しい挑戦ができると何回詐欺にかかっても何回騙されても次こそはと思ってね深みにはまるという言い方もありますけどもそうして何かを求め続ける姿こそ勇気でありその勇気をね、常に振り絞って生きる姿こそ人生なんではないかなと思いますよね。はいじゃあ今回は以上です。